はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、ニンニクの芽。はい、今日はですね、ニンニクの芽、牛肉、豆板醤炒め。え、牛肉の芽、牛肉の芽じゃない、ニンニクの芽、牛肉、豆板醤炒め。あ、そうだ、玉ねぎも入った豆板醤炒めでございます。よろしくお願いします。木島です。まずお手手を洗って、そして水を飲んでから始めていきました。最初に言います、すいません、やっちゃいました。今回この牛肉の塊、焼肉大会から あのスライド方式のやつだったんですけど、正直ね、冷凍して冷凍にポンって入れたままだったんですよ。でいきなりフライパンに油敷いてやってもさすがに無理だろうと。でも水たくさん入れてお湯にしてやるっていうのもちょっとおかしいぞ、煮るみたいな形になっちゃうからと。あ、そしたらちょうどね、焼酎買ってきたもんですから、それ入れたらね、これいけんじゃないかと。焼酎でこうやってやったらもうすぐ溶けていけんじゃないかなと思ったんですけど、もう正直もう先に言っちゃうんですよ、ダメでした。さすがにあんだけの塊にね、もうちょっと薄っぺらくこう広げといて冷凍とかだったらいけたかもしれないですけど、この塊でやってるとね、もう火止めたでしょ、これ諦めて。もう全然ダメなの、全然もうあのほどけてこないもんですから、もうちょっとやめようと。このままじゃもうどうにもならないってことでね、もう3時間この肉をこうやってほどいていくだけで3時間ぐらいかかっちゃったらどうにもならないから、これ電子レンジに後に米入れて丼にする丼にこの牛肉を移しまして、それで電子レンジチン作戦、3分30秒だったと思います確か。それでやりました。でニンニクの芽はもう切りましたよ、これ切り終わりましたから。ただこれも肉のハナマサで買ってね、ニンニクの芽は大量の一束だったのよ。で結構安かったから、じゃあ買っちゃうかって買ったもんですからね、これどんぐらいの量入れようかなと。最初に思ってた量よりもだいぶ増えまして、で肉も買ってね、ちょうど電子レンジ便利だね、電子レンジ便利だよ本当に、ありがとう、とうとう話、こうやってほどいて、ここでやっと油です、やっと油いきました。で豆板醤は、この豆板醤はね、あれはこれは業務スーパー、豆板醤は業務スーパーしました。でこれこうやってやってて、これもう先に言っちゃいますけど、ね、食べる動画の方を見ていただければ分かると思うんですけど、別にします、今回別にしましょう。本当は一緒にしようと思ったんですけど、食べてみたらね、あ、まあ食べてる方の動画見ていただいた方がいいか、うん、食べてる方の動画で話してることを見て聞いていただきましょう。この改善点というか、一体何がどうだったのかっていうのをね、見ていただけたら分かると思いますけど、まあなかなかの味はね、非常に美味しい、味は非常に美味しかった。肉もね、食べ応えあって、牛の味がじわっと出てきて素晴らしかったですよ、非常に良かった。やっぱ夏はね、こういうね、限りの味が濃いものに、夏味噌丼とかこれとか、あれも男ちゃん入れました、入れてるかな、入れたね、ごめんなさいね、ちょっと見逃しちゃってごめんなさい、横にしてました、すいません。自称 YouTuber のなんとかかんとかがこの撒き散らした系のやつをね、ニュースのやつじゃなくて、実はバイキングです、バイキングでもやっておって、それを今ちょっとちらっと見てしまいました、すいません。あ、そういえばあれ、なんだっけ、グッディもう終わるんですか、本当にグッディ、僕安藤さん好きなんだな、まあ、勝美さんももちろん好きですけどね、安藤さん好きなんだよな。じゃあいつも安藤さんとお会いできるんですかと、グッディなくなっちゃったら、それだけがもう心配になりますよ。もちろん勝美さんも好きですよ、勝美さん、あのコンビが好きなのかもしれない、あのコンビが。もちろん朝のね、天達、小倉さんの天達っていうのももちろん好きです。あ、いや、ごめんなさい、そんなこと言ってるできる。これ非常に美味しかったです。味付け肉良かった。海鮮店とうとうと語ってるのはね、話してるのは、食べてる方の動画もぜひよろしくお願いします。